はい、どうもゆうちゃんパパです。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日はね、4月の2日金曜日でございまして、昨日ねメンテナンス開けましたバースのね啓蒙の動画とねサバフレ対戦動画の方を出させていただいたんですけれども、いやーバース強いですね。単体でねめちゃくちゃ強いというわけではないんですけれどもね、このゲーニッツくん、このゲーニッツくんとねあの組み合わせるとね、全然倒れないんですよね。びっくりしましたね。まあ、あれから裏で結構ね啓蒙開けてらっしゃる方と何回かやってるんですけどもね、倒れないですね。もう結構6ターン7ターンまで残ってたりするっていうのが結構ザラなんで、まあ私ね全体的に戦闘力も低いんで、まあ、格上の方とやるときって結構たまに運で勝てたんですけどもね、もうゲーニッツとねボアス入ってる格上の方はねもう勝てないですね。何回かスキップとかでいろいろ見てるんですけど、もう負けますね。なのできっちりねこのオロクリ対策になってる感じですね。結局このオロクリってね、その、まあ、格下の対戦者でもオロクリの運ゲーで勝てたりとかっていうのがねあってね、こう結構ガチで育てられてる方からしたら全然おんないよこれ、なんやこれ、なんちゃおらやんってパンチャバラバラ言うてとうとうね、まあ、普通の感じに戻ってきたような感じはしますけどね。まあ、これチャンの攻守交代がうまいこと入ってもですね、全然倒れないですね。ゲに取ってらっしゃる方はバース必須なんじゃないかなとは思ってる今日この頃でございますね。最強パーティーのね格と言ってもねいいキャラじゃないかなとは思いますね。まあ、あの再起オロクリはまあ固定だと思うんですけれども、ここへ来てゲニとバースも必須キャラになってくるんじゃないかなとは思いますね。まあ、あとはもちろんビリーとかね、まあ、チャンとか、まあ、ホタルとかですよね。で、まあ、オロチヤシロもねここへ来て結構ねゲーニッツの風の守護の力でね結構持ったりするんで、で啓蒙の残してるオロチヤシラは結構化けるんじゃないかなとは思ったりはちょっとしてるんですよね。なので結構ね今までの環境に戻ってきつつあるかなというような印象は私は受けましたね。バースの啓蒙めっちゃ強いわ、これ強い、あ強えっていう感じでね、めっちゃ強かったねこれ、ほんマジでびっくりしたもんね。なんだ昨日もね負けましたからね。何言ってるか分からへんですけど、いや素晴らしいですね。まあ私も欲しくなってきましたね。せっかくチャン取ったんですけどね、今このチャンの意味がねあまりなくなってきてる感じなんですよね。もちろん強いんですけどもね、チャンもね攻守交代って ね唯一無二のねパッシブスキルかなとは思いますけれどもね、この格上に勝てる可能性があるっていうことでね僕も入れたんですけどね、チャン外してバース入れてっては思ってはいるんですけれども、まあこの前復刻来たとこなんでねすぐ来るけえへんやなとは思ってるんですけど、ちょっと欲しくなってきたかなとは思ってますね。いやー強い、ばあちゃん強い、ばあちゃん、ばあちゃん強いからじいちゃんおらんのか、じいちゃん誰や、じいちゃんってお前という感じですね。それとね今日ね朝ちょっともう私感動したんですけれどもね、もう正直ちょっとねもううるうる来てましてね、何でも泣いたんちゃうかな思って、泣いてんじゃん言うていやでもこれも泣いてもええんちゃうかなっていう感じのね、私の尊敬するね配信者のヘイちゃんがですね本日で朝生をね終了されると、卒業されるということになったんですね。で本日最終回で朝お邪魔させてもらっててですね、ね4年続けられておられてね、私もサラリーマン時代ね朝の通勤時間帯にねちょっとあのイヤホンさせて見させてもらってたりとかしてたんですけどね、まあ今はもうちょっとね自分で会社やってるんで、もう家でのほほんとしてねのんびりして飯食いながら見てたんですけれども、それがねなくなるとなると朝のルーティーンがちょっとねなくなるような感じで非常に寂しいような感じでございましてね。でまあ最終回はなんかこういい感じのイベントとかされるんですかみたいな感じでね思ってたんですけども、いや普通になんかこういつも通りに終わっていきますっていうことで言ってはったんで、まあ
まあ、いつも通りの感じでもね、最後やっぱり見なあかんやなと思って、まあ、見させてもらってて、まあ、いつものような形でね、あのコメントをね読んでいただいて、まあ、バトルしながら面白いトークをねいただいて、あ、見させてもらってたんですけどもね、もう最後の最後にね、もうめ普通の感じでまあ、いつも通りかなと思ってたんですけど、もう最後の最後にね、ちょっとやってくれましてね、いやー、あれはちょっとほんまにもうウルウル来てしまってね、もうウルルン滞在期ですよこれもうウルルン滞在期来ましてね、もうちょっとあれはあかんすね、ベイちゃんも思わずね、ちょっとツイッターの方でね、ちょっともう発信させていただいて、あれはあかんすよ言ってしまいましたけれどもね、いやー感動しましたね。いやもう本当にね、ベイちゃん年間お疲れ様でございました。またね、あの普通に配信とかはね、あとまた夜生とかもされるみたいなので、ぜひね、あのまた参加させていただいたりとかね、あのご視聴させていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでね、最後ね、ちょっとペイちゃんとね、あの対戦して終わっていきましょうかね、バトルしていきましょうか。ペイちゃん、ペイちゃん、ペイペイペイ、あれペイ呼ばれへんぞ、ペイ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 、あ、いやいやいや、ペイ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 、あ、あれペイ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 、おられたおられた。さあ、朝生おご卒業記念ということでございまして、ペイちゃんとね対戦して今日は終わっていきましょうかね。ペイちゃんとちょくちょくやってるんですけどね、もう全然勝てないですね。ちゃんの時はね、5回に1回ぐらいは勝ってたんですけど、今もうね、もうほぼ負け。1回だけなんか勝った動画ありましたけど、もうほぼ負け。まあ、あのでもちょっとね、ご卒業スペシャルみたいな形でね、あの恋の空騒ぎみたいなでは、ゆうちゃんパパとペイちゃんの対戦を見よ、バキョン。はい、先生取ってるのはペイちゃん。さあ、S マックス虫けらアタックからゴミが、さあ S マックスのホタルが飛んできて、ゲニでちょっと回復してオメガが出てきて、スイヤーサンスウロチーパーコクシムソー13面待ち、最高そうだ、マックスアルブダイチロンドコドン回復して、創業破り超ワンワウ、いつ雨はあんま食らわない、ゲニの効果、さあゲニッツ必殺飛んできて、さあメテオバース、インコは入らない、さあゴミ拾いからスキル出て、全キャラスキル出てる、全キャラスキル出てる、あー早くも離脱を使う、ゲニッツが離脱を使いましたね。さあこっちの反撃、 S マックス虫キャラアタック、さあ必殺マックスではないアラブル大地をどんどこどん、さあこっちもいいやさんす、ウロチーパー中連ポート救面待ち、最高ソード、さあきらめきの嵐を、さあチャン全く効かない必殺鉄球ブンブン無まして、さあ幻影紳士クリティカル出ない、さあオルクに飛んでった意味がない、現実の必殺、さあこっちもさなぎを破り超アマウ、ただ現実の効果って全く食らわない、さあこっちも 全キャラスキル出てる、鉄球ブンブンブンまして、炎、さあペイちゃんの2ターン目、さあ S マックスここで攻守交代入れ、やられる、ちゃんちゃんやられろ、あーちゃんここでやられるか、よしいいタイミングで入った、いいタイミングで攻守交代が入る、さあ S マックス虫ケラアタック、さあアラブル大地どんどこどんで、俺クリをちょっと削って、さあ鉄球ブンブンはほぼ食らわない、原神士がどこに飛んでいく、あーもう一回アラブル大地か、あー S マックスか、 S マックス打って原神士、あーそこか、そこに飛んでいく、お、いいよ、オロクに飛んでたね、ゲニー必殺倒せない、あでもこれで倒せるね、うんこれで倒せる、ただバースが、ま、全然食らわへんのよね、これほんまにゲニーの効果ね、めっちゃ回復してくからね、ダメカットもあるし、これバースが厄介なんですよね。さあペイちゃんの反撃、さあアラブル大地どんどこどん、さあお願いの ST が出てきて、さあ S マックス虫キャラアタック、落ち足だとね
コロシェルミがね、まあ、ゲリの効果でね、やっぱり3ターンとかで持つんですよね。今までも1ターン2ターンでボロリンチョしてたんですけどね。うん、やっぱりゲリと強いね、やっぱりね。この風の仕事がやっぱり強い。さあ、休ませます。もうこれカットないので、めちゃくちゃ食らう。さあ、2発目、2発連続。さあ、ゲリの必殺食らわされて。ダメージカットももうこのミリ単位だったらもうダメージカットもう意味ないぞ。消える。さあここでタコ殴りにされたらこれはさすがにヤシロきついか。ヤシロやられるか、耐えるか。もう耐えそうだね、耐えそうだね。やっぱりこれ風の守護の効果でね、ここで落ちないんですよね。うん、やっぱゲイに強いね、やっぱりゲイに強い。さあこっちの反撃、イヤサンス、ウロチーパー、サブローキューピン待ち、サイコソード。エスマックス打たないのか。サイキが打てない。これで打てないんか。さあ原神士きらめきの嵐を。さあゲリの必殺でダメージカットがあるから単体攻撃じゃ意味ない。さあサナギを破り超雨具サナチョ打って全然ぶっか。バースが全然食らわへんのよさっきからね。バース全然倒れへんもんね。炎これで崩壊ダメージで倒れない。さあこっちは両方とも透明になっているのでここはもうやられてもらってもいいところですね。ホタルが飛んできて超有ボンゲじゃない S マックスで、サナギを破り超アマオで必殺使わしといてやられてってここで復活。バースが倒れて、ああその倒れ方か。その倒れ方するとここで攻撃食らわせられない。さあ S マックス、さあ幻影紳士はあそこに飛んでいく。さあお別れです、お別れです。サナギを破り超アマウ、6で倒した。ただ復活2回目。でもこれいい感じでオロクリさっき倒してる感じやけどね。ただねバースがまだ1回目な感じなんやね。さあマックスアラウル第一どんどこどん強い。さあ S マックス虫キャラアタック。ここはもうさすがにオロチェルミきついか踏ん張り使うけれども、ここまでタコ流れにされるともうダメです。っていうかいつの間にかこっちの芸術がもう死んでいる。一挙気づかずに死んでいる。さあアラブル大地どんどこどん食らわされて、さあ残ったのはこの二人。ただこっちの方がオロクリ先後にやられてるのでもう一回復活できるからね、こっちのオロクリは。さあ必殺打てないんか。さあサナギは破り超は舞う。これたまる、たまらへんのか。あー再起が溜まっていない。さあ炎、っていうかペイちゃん全員残っている。2対6。さあこれで食らされてまた復活した。あーオロクリが溜まってないな、これオロクリ溜まらへんかな。オロクリこれ倒したら溜まるぞ。よし倒せるか。よし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 、ゲイリスを倒したね。よしこれでおー2発目2連チャン、2連チャン食らわして、これがホタル倒せるかな。これで倒せん。おし倒した、倒したが、やっぱバースがやっぱこれで最後の復活やけど、あかんねこれ。これオロクリやられるね。オロクリ打って、あかん、わー与える、あかんってこれ。いやあ無理か、あかん無理か、くそー惜しかったな。ただやっぱりこうなるんですよね。バースがねもうゲイズの効果で硬すぎて倒せないんですよ。でもう一回復活するけれども、もう一回復活するけど、あー必殺が溜まってないね。あ溜まってても無理か。うん無理やね。さあ向こうの再起の S マックス虫けらアタックで決まってしまう。あー強い。はい、どうもペイちゃん、対戦ありがとうございました。いやーやっぱりバース硬いですね。これ S マックス開けてらっしゃらない状態でも最後までバースが残ってるんでね、オロクリさっき倒してもね負けるんですよね。強い、ゲニバースのコンビは強いですね。もうめっちゃ欲しなってきた。バースバン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 欲しなってきた。バワーバワーいうとこも復刻来たら取らせてもらおう。あがもうゆうちゃんパパの課金の悪くせ出てしまいそうやこれ。という感じでね、今日はねちょっとバースとちょっとペイちゃんのねご卒業スペシャルということでね対戦させていただきました。本当に4年間お疲れ様でございました。
はい、本日はねこんな感じで終わっていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。